エアール朝日にいます。今日はヘリコプターがいっぱい止まっています。1つ2つ、どこだ、3つ、そしてもう1機、4つ、こんなにたくさん止まっているのは初めて見ました。菜の花もいっぱいです。鳥ごろ鳥ごろっていうやつですね。今日は河津桜をチェックに行きます。ん？飛ぶのかな。左型のやつは山梨県って書いてありました。けんけんだね。おー、やる気、やる気、やる気です。オッペ川沿いに新ルート、舗装が完成してるみたいです。どこまで通じてるんですかね。ここで終わりかもしれません。行ってみます。正面に見えるのが圏央道です。住吉の河津桜に来ています。まだまだの感じがします。住吉の河津桜、まだ零分先です。咲いている花を探すのが大変です。ようやく見つけたのがこの程度。でも一気に咲いちゃうんでしょうね。新しいタイヤと河津桜です。ここの川、何気に水がきれいで、こんな水草が生えてるんです。季節になると、もうしばらくすると黄色い花が咲き乱れるんです。チューブレスタイヤ、やっぱり突き上げがマイルドです。ないわけじゃないんですけど、あとこういうところ走っても勢いが死ににくいです。面白いもん見つけました。これ芝生じゃなくて芝の畑なんです。あっちで刈り取ってます、というか四角く切ってます。坂戸日祭桜祭り、オッペ川には早咲きの桜があるんですよ。準備は万端、桜はまだかいなっていう感じです。水仙も綺麗に咲いてるんですよ。今日はお花見になりました。セブンの大きなおにぎりと、行きつけのお肉屋さんで買った味玉のフライと、美味しいコロッケと、さらに美味しいメンチです。フーさんと2セット。桜を見ながらいただきます。早咲き、梅もいいですけど、やっぱり桜の方が爽やかな感じですね。メンチうまいです。そして桜、味玉フライです。ほら、美味しいんですよこれ。そして桜です。最後はコロッケです。
れも美味しいです。そして桜です。綺麗です。ここの桜は綺麗です。今お散歩の人に話しかけられました。今朝はこんなに咲いてなかったんだそうです。明日と明後日はめちゃくちゃ暖かいので全部咲いちゃうかもしれません。以上、のぼでした。よもぎって言うんでしたっけ。いっぱい生えてます。北浅葉桜堤公園と言います。今週末はバッチリですね。今日からどんどん咲くんだと思います。じゃあこれから小山行く。すごいです。どんどん咲いてるのが確かに分かります。さっき来た時こんなに咲いてなかった気がします。お昼食べてただけなんですよ。ほら、あらま綺麗。ピンクで可愛いです。こういう枝も可愛いですね。咲きかけです。今度のカメラこんな動画も撮れるみたいです。素敵ですね。水仙も素敵なんですよ。なかなか素敵でしょ。紫陽花もあるんです。結構咲いてますね。今日はいいものを見てお昼を食べることができました。のんびり流して帰ります。これがカラシナです。今のお宝だそうです。川越で一番早く満開の桜です。去年もそうだったんですよ。場所は氷川神社の近くです。対岸にももう一本気の早い桜があるんですよ。この季節でこの満開、贅沢です。